日本の伊勢湾からほど近い美しい田舎に位置する見事な国際レーシングコース鈴鹿サーキットへようこそ。本日の日本グランプリでは一体どんなサプライズが待っているのでしょうか。由緒あるこのサーキットは1周が 5.8 キロ、シーズンで唯一8の字を描くトラックです。エイペックスの通過速度はあらゆるコースの中でも屈指の速さ。そのため18あるコーナーでは激しい G がドライバーを襲います。勝負どころは最終主権、ここへの飛び込みは見逃せません。今日も実況は私、解説はアンソニー・デイビッドソンでお届けします。アントニオ・ジョビナッツィについてお聞かせください。パワーユニットを交換したことでグリッド降格ペナルティを課されてしまい、今日はかなり厳しいレースになりそうです。ペナルティや信頼性の問題に直面することは誰にだってあります。弱音を吐かず全力を尽くすしかないですよ。今日は奇跡を起こそうなどと思わず、ダメージを最小限にすることを考えるべきでしょうね。素晴らしい予選セッションの結果、今日のレースのスターティンググリッドは次のようになりました。さあ、ポールポジションはレッドブル、横にはバルテリボッタスが並びます。残りのグリッドはこのようになっています。ハミルトン、フェルスタッペン、セルジオペレス、リカルド、ストロール、ルクレール、サインツ、そしてランドノリス、ベッテル、ガスリー、ダニール・クビアト、マグヌッセン、オコン、ライコネン、ジョージ・ラッセン、そしてニコラス・ラティフィ、グロージャン、アントニオ・ジョビナッツィは最後尾からスタート。そろそろスタートの合図です。トラックに目を向けてグランプリ開始といきましょう。 With five races remaining, we're still in with a chance of taking the Constructors Championship. The team need a result from you today.Nice start.
DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Your overtake button more, it's time to utilize some of this energy. Approaching the pit window, you'll be on the mediums. A new strategy is available on the MFD. Leading our teammate by 3.5 seconds. Box, we're coming in this lap.
was our last stop. No more scheduled pit stops. Some information on Giovinazzi. They seem to have an issue. Is 2.6 seconds. Gap to car in front is 9.2 seconds. We have 5 laps of fuel remaining. Is coming in for his stop. Let's use overtake and burn some of this energy.
front. Nice move. There's three laps of fuel remaining. Starting to catch the car in front, but we need to look after the tyres. We won't be making another pit stop. Increasing our gap on the car behind by around a second a lap. This is your final lap of the race. There's only one lap of fuel remaining. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. メルセデスが勝利。素晴らしいレースでした。
アンソニー、圧勝でしたね。何が決め手だったんでしょうか。今回のコースではドライバーの信頼性がずば抜けていましたね。白熱した場面でも冷静さを維持できていたため、他のドライバーのミスにつけ込み、順位を上げられるチャンスを確実につかめました。簡単にトップに立ちましたね。堂々としたレースを展開したドライバーが表彰台に向かっています。首位の座を射止めたのはまたしてもシルバーアロー、メルセデスが納得の勝利です。さあ、ドライバーズランキングを確認しましょう。現時点でのポイントリーダーが今回のレースを支配し、勝利を獲得しました。またタイトルに近づきましたね。さあ、聞かせてください。今日のドライバーオブザデーには誰を推しますか。第一候補はやはりセバスチャン・ベッテルです。今日のコースでの走りは他のドライバーとは一線を画していましたし、全くスローダウンしませんでした。公式決定とは真逆なことは分かってます。ただどちらのドライバーも最高のパフォーマンスを見せていたのだから、もう少し評価してもよかったと思います。次はコンストラクターズランキングです。ランキングリーダーは首位を守りましたが、2位以下との差は縮まりました。今回は激しい展開のウィークエンドでした。次回のグランプリが待ちきれません。チップ獲得は決まったも同然ですね。逆転されない自信はありますか。良い意味で期待を裏切っていますが、私たちは過小評価していたのでしょうか。来年のレギュレーション変更で最も影響を受けたのはどの部門ですか。どうも、以上です。